どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ皆さん音楽始めましょう。今回のテーマソングはドーン、ポケモンオープニングテーマ1、2、3、こちらの曲をこのウクレレでガズレレ簡単バージョンでやってみようと思います。今これ西川くんとキリショーなどその二人がねカバーされて話題になっているということで、これもう元々のねポケモンのオープニングテーマなんですけど思いっきしやりましょう。いつものね2バージョンです。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしているガズレレ流シンプル簡単バージョン、ゆっくりめです。この曲早いんでね。はい、で後半はもうリズムガンガン疾走感満載のかっこいいバージョン、やります。はい、2バージョン最後までご覧になってください。さあ皆さんウクレレで音楽始めませんか。これねもうほんとどんな方でもあっという間にできるプログラムがあるんですよ。もうちょっとしたらここにリンク貼るんですけど、ここのリンク先に行ってもらって上から順番に YouTube 動画見ながらウクレレ見てるだけですからね。はい、興味ある方このリンク先次行ってください。クリック、いってらっしゃい。そこにはもう山ほどのね、ガズレで取り上げてる曲のレッスン動画があってますから、もう1400曲ぐらい。どんどん音楽を聴くからやるに変えていきましょう。それでは早速、ワン、ツー、スリー、ガズレレリース、超シンプル簡単バージョンからやってみます。ワン、ツー、スリー、フォー、ドゥレレ。ポケモンオープニングテーマ1、2、3、ガズレレ流シンプル簡単バージョン超ゆっくりでやってみました。これ元気ボリボリパワーみたいな感じですよね。はい、めちゃくちゃでっかい声で歌っていきましょう。今の長さはですね、アニメのオープニングの長さと同じバージョンの長さになってますんで、取り組んでいってください。でね、今のシンプル簡単バージョン動画と一緒に何回も練習してもらって、動画と一緒に合わせられるようになったという方はですね、今度は紙とかノートとかに書き出して、今度ご自身だけで歌ってみるの、弾いて歌ってみるのをおすすめします。その時の参考になるように、いつもガズはですねこのノートをね皆さんのことを写しておるわけでございます。はい、これをこんな感じで書くとどうですかという感じで、まあガズはこれを見ながらやってるんですけど、今このガズクラブというサービススタートしております。このガズクラブというのは毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日のワン、ツー、スリー、この楽譜を含む今までガズレで取り上げてきたもう膨大な数の曲のデータの中から毎月5曲皆さんがお選びいただいて、お好きな曲を5曲ダウンロードできるという画期的なサービスでございます。もう今500名以上の方がもうご活用いただいてもうね盛り上がっております。そしてこのガズクラブはですね、楽譜のダウンロード以外にも、
毎月2回開催されているガズレレ、ガズクラブメンバー限定オンラインライブ配信があります。実は10月の4日、明日あるんですけど、次はね、テーマが決まってんですよ、毎回。明日はね、昭和の名曲、今も若い人も歌い継がれている名曲ということで、今皆さんね、もうめちゃくちゃ練習して、明日もうわーっと盛り上がる予定なんですよね。それがもうほんと世界中からの参加があって、もうね、盛り上がってますんで、ぜひ皆さんも体験していただきたいと思うのと、あと非公開の SNS の中で、まあ、ガズがですね、毎朝7時にラジオ放送、ガズラジ、オープンしております。あと SNS の中でいろんな質問に答えたり、皆さんの演奏動画をアップロードできる場所もあったりとか、もうかなりね、クラブ活動盛んになってますんで、皆さんもチェックしておいてください。はい、じゃあ早速映していきましょう。こんな感じになっています。今やったバージョンはこの上の段を淡々と弾いていったという、そういう簡単アレンジだったんですけど、下の段はね、かっこいいバージョンではいろいろコードが足されますからね、このかっこいいバージョンはかなり難しいと思います。あとスピードも速いんでね、これ参考にしていただいて一時停止でメモっていただくか、動画のテロップを一時停止していただくか、あとはまあガズクラブでゲットしていただくのもいいと思います。いろんなメッセージがここにいっぱい入ってますけどね。はい。後で解説していきます。ここの途中のところ、三拍のリズム。これがね、結構キーポイントになる。聞いていただいてなんか気づいたと思うんですけど、ここも解説していきますね。はい、こんな感じで進んでいきます。そしてここからサビになるんですけど、あれ？ここで終わりかなと思いつつ、じゃーん、今日はね、2枚に渡っております。これ後半のサビの後半からここに変わってます。この1、バトル、ボシータナン。はい、こんな感じで続いていきます。はい、結構だから、曲は早いんですけど、テンポは早いんでね、このね、ノートに書き出すとすごく長くなっちゃうということになっております。はい、こんな感じです。今日結構山盛りですね。はい。じゃあ出てくるコード解説しましょう。この赤く囲ってるやつはかっこいいバージョンで出てくるコード。今やったシンプル簡単バージョンはこれだけあります。結構ありますね。CAm、FDm。C7、A7、G7、E7、Em7 ということで、9個ここに出てきます。はい。要は、これガズレレ必須コード、このガズレレ必須コードのグループなんですけど、D7 以外全部出てくるということで、このガズレレ必須コードというのを皆さんに覚えてもらいたいんです。このガズレレ必須コードというのを覚えておくと、ウクレレで音楽をやる上でもう最も基本になる、本当に重要なコード、10個のグループがあるんですよ。それをガズレレ必須コードと言ってるんですけど、ぜひ皆さんこれ最初に覚えてください。10個もあるのかと思うけど、1個ずつ見たら超簡単ですからね。はい。これをね、でも10個いっぺんに覚えようと思うと、なかなかね、頭混乱するんで、私がめちゃくちゃ分かりやすい動画で解説してます。ここにリンク貼っておくんで、この動画でこの10個のコード覚えちゃってください。今日はそこで9個出てくるわけだから、もう全部覚えちゃいましょう。楽しく覚えられます。はい、そして、さっきのね、デモ演奏の中にあった3拍のリズムのところ、あれ聞いていただいて分かったと思います。あそこだけね、ノリが変わります。それ以外のところは4分の4拍子で、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォーって進んでいくんです。そこは、ドン、チャッチャー、ドン、チャッチャー。1,2,3 というね、3拍なんですよね。はい、そうするとこうなります。ワン、ツー、スリー。思い出はどれも。はい、ここのね、変化をつける。展開するってよく言いますけど、ここのところ結構この曲のキーポイントになっているところと思いますんで、この3拍のリズム。はい。意識しといてください。はい。それでは、ここからかっこいいバージョンの解説に入っていきます。これね、最初に言っておきますと、かっこいいバージョンはですね、このテンポの速さがですね、結構もう次から次へってバーってやってくるんで、結構こう引き込んでいないと、この速くはできないと思いますけど、まずはゆっくりやってみるのをお勧めするんですけど、取り組んでいきましょう。じゃあ、コードをね、かっこいいバージョンで出てくる、追加されるコードの説明からしていきましょう。はい。まずこれ、Gm7 いきます。Gm7 というのは押さえる場所。ここと、ここと、ここの3箇所。ここのここ、1フレットの1弦と2弦、同時に押さえたいから、こういう風にギュッと押さえる。このぐらい反り返るのがポイントですよ。これでちょいと立てる。はい。で、ここたまに反らないっていう人はいるんですけど、こういう感じでまあ押さえたり、こうとかちょっと工夫してやってみてください。Gm7 と言います。はい。で、次がですね、これたまにガズレレ出てくる、ガズレレオリジナル表記です。G シャープ星と A シャープ星。この星っていうのは、これガズレレだけで使ってるコードネームで、なんかこう難しい英語が並ぶのは何かなと思って、まあとにかくこんな感じですということで、ガズレレ以外ではこれ通用しないですからね。これセットで使うことが多いんで、今日もセットで紹介します。まず、G シャープ星からいってみようと思うんですけど、その前に G というコードがあるんですよ。これはガズレレではあんまり登場しないんですけど、一応それをシェアしておくと、G はね、こことこことここなんですね。G7 ってこことこことここだったから、ここがここに変わったと考えるといいと思うんですけど、押さえ方が、こういう風に押さえるのを一応お勧めしてます。人差し指が3弦、中指が1弦、薬指が2弦。なんか変な感じするけど、これが一応ね、押さえやすい。それか、あるいは、1フレットこう、人差し指でビチャッと押さえておいて、4弦押さえちゃダメですよ。で、ここちょいと叩いて、これでももちろんいいですよ。で、この G、これが基本になってまして、これを、こっちにね、1個ずれる。ジョイッとずらした。
これが G シャープ欲しい。これがいい響き。これが最高なんです。で、A シャープ欲しいはこの形のまま、さらにこっちに2個、ズンズンと。それが A シャープ欲しいです。そうすると、G シャープ欲しいから、A シャープ。このね、フレーズっていうか、このコードの響きセットでよく使われるんですけど、かっこいいでしょ。ああ、いい感じ。はい。これを使っていくんですけど、今回こんなね、響きを味わってる暇がないぐらい勢いに任せてドンドンと突っ込んでいくやつなんで、一応このコードの確認、この3つのコード追加されて、かっこいいバージョンに取り組んでいきましょう。はい、そしてリズムなんですけど、もうこの曲は8ビートガンガンの疾走感、ロックのビートです。ドッツタン、ドッタン、こうガーッと突き進むイメージがいいと思うんですけど、ドン、8ビートと8ビートのチャ、そして、カッティングも一応変えておきましょう。これはね、今日はなかなか難易度高いですよ。まずね、A メロの最初の歌い出しのところは、8ビート、要はチャが入らないやつ。ねえ、まだまだまだ、急いで、かける準備はできたか。早いでしょ、テンポ。このぐらい早くいきますよ。だから、どん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 コードが出るんでね。そして、途中の、たとえ火の中、水の中、A メロの後半から、8ビートのチャになる。そうすると、たとえ火の中、水の中、このぐらいのテンポですから、もうグイグイグイと前に突っ込んでくるやつなんでね、勢い持ってやってみましょう。で、このカッティングなんですけど、ひとまずちょっと後で解説するとして、この3つの弾き方、ここに弾き方、リンク貼っておきます。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガゼレレホームページの1枚で、その中から8ビート、8ビートのチャ、カッティング、それぞれのこの動画が上がってますんで、動画でじっくりリズム練習していきましょう。これちょうどいいことにですね、8ビートっていうリズムをマスターできた人が8ビートのチャができるという感じになっても、セットで今日覚えちゃうのはいいと思います。そしてカッティングはですね、まあこれからちょっと説明していきますけど、とか音を止めるから カットするからカッティング、この辺のところちょっと覚えておいてください。そしたら個別にちょっと説明していくんですけど、今日このマーク出てきます。この矢印マークはシンコペーションですね。リズムが前にスコーンとこう入るよというところに、これガズレレオリジナルの表記ですから、他のところでこの矢印書いてもまあ何が何か分からないと思われると思うんですけど、この矢印が入っているところ前にずっと突っ込んでくるということ。ちょっとイントロで結構応酬なんで、このイントロテロップ出しておきましょう。これ F の次の G7 と E7 と Am の前に3つ連続で矢印が書いてある。これやってみます。1、2、3、4。こんな感じです。ドン、ダンス、ダンス、ダンダ、ダ、ダ、こんな感じだからグイグイグイって前に突っ込んでくるでしょ。これがシンコペーションでございます。今回このシンコペーションはイントロ、つまり前奏だけしか出てこないんで、まあこれ難しかったらシンコペーション省いてもいいと思うんですけど、一応デモ演奏ではやってみることにします。そして続いてちょっとカッティングの説明なんですけど、そのイントロの後半にこれがいきなり出てきます。ちょっとやってみましょう。最初から、ワン、ツー、スリー、フォー。今の G7 のとこですね。ちょっと Dm のとこ行ってみよう。でんでんでん。スタダッツタダ。まずワンブロック目の G7 は、スタダッツタダ。これね、カッティングなんですよ。チャッタダッツタダ。このツの時にここ、カチャッと入れてるでしょ。こんな感じですね。その次、G シャープ押しから A シャープ押しに行くんですけど、タッタッタダーですね。これもシンコペーションです。もう一回 G7 のとこだけやってみると、スタダッツタダッツタッ。はい。右手でチャッチャッとカッティングを織り交ぜてます。スタダツタダツタダツタダ。ゆっくりやると、スタダツタダツタダツタダ。はい。これ、イントロ全部やってみるんですけど、これ早いんでね、テンポが。本番だとこのくらいになります。ワン、ツー、スリー、フォー。このダッダッダダ、このコードもこれ押さえるのちょっとね、G シャープ押しから A シャープにサッと移るのも結構大変だと思うんですけど、まあこれはもう修行でございます。この速さでやるのは結構難易度高いと思うんでね、ちょっと頑張ってやってみてください。そしてこのイントロの決めにちょっと似たような感じの、決めが、サビの真ん中のブロックのところで入ってきます。ちょっと、やってみますね。ためらうことなどない、 Try Let's fight。ここのとこですね。ここはですね、ちょっとさっきと違うんですけど、押さえるとこがちょっと似たような感じですね。ない、トライのところで G7 を弾きながら、この言葉のタイミングとちょっとこうね、シンクロしてるんですけど、ワン、ツー、スリー、フォー、ない、トーン、トライ、トーン、こんな感じですね。だからないっていう時に、チャカって入れる。タッカッターンって感じがいい。タッカッターン、タッカッターン、こんな感じですね。そうするともう一回同じところやると、ためらうことなどない、トライ、
レッツハッパーン、これレッツハッパーン、これここもね、さっきと同じ感じでこうキュッと映る、この辺がキーポイントなんですけど、その後ですけど、その次1バトルを敷いたならって言うんですけど、その1の時にブレイク一回ストップをかけ、演奏がバシッと止まるのがかっこいいです。ちょっとさっきのところやってみます。ワン、ツー、スリー。ためらうことなどない、トライ、レッツアッパーン、1バトルを敷いたな、わかった。1の時に1バーンって後に来る、ここら辺がもう波状攻撃なんで、じっくりやりましょう。超ゆっくりやってみます。今のところためらうことなどない、トライ、レッツアッパーン、1バトルを敷いたなら、こんな感じで1の時にシュッとこう止まる、ここが結構キーポイントですね。はい、その他はこうタタタタとか止まるとか、そうテロップを見ながらちょっとねイメージしてもらいたいんですけど、一番最後のところだけ、ダダッという感じでやります。ちょっとね一番最後ね、隣伸ばして君に決めた、このダダ、このタイミング、もう一回、隣君に決めた、このダダ、この辺でこう止まる、ここで最後締めるという感じですね。なかなかこれね、あのね、早いから難しいんですよね。これもうちょっとテンポがゆっくりだったら、まあもうちょっと余裕があると思うんですけど、この速さでやる時のもう次から次へところでいろんなものがやってくるんでね、はい、コードもちょっと変わってきますし、かっこいいバージョンはなかなかこれね、難易度は、高めだなと思いますけど、これやっぱ疾走感がこの曲、やっぱりね、もう、なんつうか、勢い、エネルギー、もうパワーっていう感じがね、やっぱ肝心かと思います。なるべくこう、速さにはこだわりたいなと思うんですけれど、ちょっと、まあ、最初はゆっくりから始めましょう。はい、それではやってみましょう。ポケモンオープニングテーマ、ワン、ツー、スリー、ガズレレ流かっこいいバージョンやってみる！ワン、ツー。ガズレレ流かっこいいバージョンやってました。まあもう突き抜ける速さ、もうグイグイグイ前のめりに行くぞという感じのねエネルギーが出るといいんですけど、これキッズと歌ったらこれねもうめっちゃ盛り上がると思いますね。皆さんいっぱい練習して、今度もうみんなとセッションにもいいかもしれないですね。歌っていきましょう。さあ皆さん、この面白さ周りの方にもぜひシェアしてくださいませ。その時にこのガズレレ YouTube チャンネルぜひご活用ください。チャンネルにいいねだとかチャンネル登録なんかもよろしくお願いします。はい、そして今これ募集開始しております。ガズさんのマンツーマンレッスン受けてみませんか。ちょっと説明すると長くなるんで、ここにリンク貼っておきます。ちょっと詳しくはここ読んでください。ぜひともご応募お待ちしております。そしていつもガズが使ってるこのガズのわがままウクレレですけど、今ね予約注文受け付けております。皆さん興味ある方、ガズレレ公式ホームページの方からちょっと行ってみてください。そして現在すでにオーダーしてくださって、入荷お待ちしてくださってる方、皆さんお待たせしております。今ベトナムで毎日毎日モジャ君はじめベトナムスタッフ一丸となって愛を込めて作っておりますので、少々お待ちください。
ださいませ。あとね、もうガズレレいろんなことやってるんですけど、さっきもあのご紹介したガズクラブも今ね500名を超えるメンバーで盛り上がってるっていうのもあったんですけど、このガズレシピ、これはねアプリなんですけど、ガズレレのこっちも相当ねいいですよ。曲もすごくどんどん随時追加されてますし、メトロノーム機能とか画面がスクロール、自動スクロール機能とかついてて、これもね、ご活用していただけるユーザーの方がすごく増えております。これはホームページにね、書いてありますんでね、大体、ホームページを見ていただくといろんな情報がわかると思います。そしてガズレレではいろんなグッズがあるんですけど、このキャップだとか T シャツ、このストラップもですね、これ前半に小杉さんのハンドメイドです。こういうしっかりしたレザーのね、ところもついてるし、あとここに挟まってるこれはね、水引きなんですけど、これ実はガズの両親のもう世界に一個ずつのオールハンドメイドなんですよ、これ。うちの両親は長野県飯田市っていうところの、私の出身地なんですけど、もうそこでね、40年、50年この水引きに携わってるんでね、これね、ぜひ皆さんこういうのね、ホームページにゲットしてください。あ、そしてあと忘れちゃいけない、このガズレレのリュックサック。ここにほら、わかる？ガズレレってプリントが入っていて、これリュック型ウクレレケースでコンサートサイズまで入るという画期的なあの商品で、これすごく皆さんご注文いただいてるんですけど、もうあとちょっと残りが少なくなってきました。で、これどういう作りになってるかというと、これでダーッと開けるとですね、こんな感じになってます。中は広くて。で、これ楽器のケースですんで、これもすごく分厚い素材を使っててね、しっかり楽器を保護してくれるっていうのと、あとこれね、取り外し可能な脱着式のポーチがついてます。こっちはチューナー入れたり、カポ入れたりとかできるかなと。で、これはですね、譜面台が入るんですけど、これ譜面台じゃなくてもいろんなもの入れられると思います。はい。そしてこれパッと収納すると、もうね、オールブラックなんで、結構なってるから、まさかウクレレが入ってるとはきっと思われないというのもあるし、これ見て、ここに横にハンドルがあるんで、ビジネスマンの方もこうやって持って歩けるんじゃないかという、本当スタイリッシュにこのウクレレを持ち運ぶ。これはね、もうぜひおすすめしたいガズレレのリュックサック、これもよろしくお願いします。あと忘れちゃいけない、この本たち、はい、これはリットミュージック社から出ているガズのね、教則本とか楽譜、音楽のね、楽譜がいっぱい載ってる本なんですけど、もうこれ3冊合わせてなんともう超ベストセラー商品になってまして、この3冊で今ね9万8000部とか9万9000部近くの出荷になってるんですよ。これ本当わかりやすくて簡単なんで、はい、ぜひ皆さんこういうのをご活用していただいて、皆さんの音楽が、さらに輝くようにね、なんかいろいろ考えていきたいと思います。ガズレレ YouTube チャンネルの方もね、ぜひこれからも引き続きよろしくお願いします。どんどん音楽やろう。音楽聴くよりやる方が楽しい。ガズレレの合言葉ですよ。それでは皆さんごきげんよう。さようなら。